はい、こんにちは、聴発法の北村です。今日はですね、患者さんはセルフケアに、治療家さんは患者さんに治療を行う際に一つチェック方法として便利なチェック方法、ね、がありますので、今日はそれをお伝えしたいと思います。それは足の指を使って体のどこに不調があるのかなっていうのを調べたり、あとはその不調の部分を足の指を使って調整していく、ね、患者さんはセルフケアとしてその指をね、すごい簡単な方法で体の体調管理ですねができるというものになっています。で、これは足の指にその経絡って言ってツボの流れがね、基本体十二経絡って言って手と足と6個で十二経絡っていう風なのがあって、でそのうちの足の6経絡の使ってのチェック方法になります。ちょっとこれシリーズ化でいきたいと思うので、今日はまずは肝ということで、肝ですね、肝です、肝臓の肝ですけど、まあ、この経絡がじゃあ詰まってるとか動きが悪いとかからって、じゃあ肝臓がまあ直接ね調子悪いとか病気だとか、数値がどうのとか、そういうことじゃなくて、これはあくまでもその昔のね、お昔の経絡、ね、ツボっていうのを考えた人たち、それを使って治療してた人たちがその肝臓のね、ちょうどところは通っていくんですけれども、その足の指で言ったら足の親指ですね、足の親指からスタートする経絡なんですけど、そこの経絡のことを、まあ、肝っていう名前をねつけて、いるだけなので、まあじゃあ肝の経絡が悪いからじゃあね、病気かって言ったらそういうことじゃないので、それは最初にお伝えしておきます。で、なんで今日はね肝から行こうかなって思ったんですけど、今日は令和4年の、1月5日ね、まあ正月が明けたばっかになります。でそうすると今このね時期は寒かったりもそうなんですけど、まあ正月明けね飲んだり食べたり、やっぱり肝ね、肝臓が悪いから肝の反応が出るじゃないよとは言ったんですけども、そうは言ってもやっぱり飲みすぎ食べすぎ、あとはストレスとかそういったものが体に蓄積すると、その肝臓の働きがやっぱりお疲れになりますね。肝臓っていうのは体に入ってきたものを、体に使えるものにこうね再合成して、で、体中に巡らしてくれる機能を持っていますので、取り入れたものが あんまりこう負担になるものとかだと肝臓は疲れちゃいます。ね、まあ、ストレスにしても食べ物にしてもそうなんですけど、なので正月明けはまず一発目は肝ね、ということで、見ていきたいと思います。それではちょっと実践編の方に移りたいので、ぜひご覧ください。はい、じゃあ早速ですね、肝のね、経絡の見極め、疲れている方の見極めなんですけれども、まあ、女性の方がね結構やっぱりその肝の経絡っていうのが、滞りやすいね、それはもう見てねすぐ分かるんですよ。何かっていうと、まず外反母趾なんですね。親指が内側にこうくにゃっとね、くにゃっとこう曲がってる、まあさらに言うならば親指がこうね人差し指もこう上に行って立ってるね、こうなってるようなね感じね。そう、こういう方っていうのは肝の経絡、親指の内側からすねを通って鼠径部からこの肋骨のところに行く経絡なんですけど、そこが縮こまってることが多いです。で、実際にストレスとか食べ過ぎ、暴飲暴食、肝臓に負担かかってる方っていうのもその流れっていうのが硬くなってて、そういう人は治療家さんは、例えば鼠径部がすごい分かりやすいと思いますね。患者さんの鼠径部ね、こう上前腸骨棘って言ってね、 ASIS ってあるんですけど、それのすぐ下あたりを、押さえてあげるね、こうグッと押さえると、出っ張りのすぐ下を押さえてあげると硬いね、硬い、もしくはこの、ももをね少しこう押さえてあげて動かしても動きは硬い、骨盤の動きは硬いんですね。今、スタッフの場合は左は割と動くんですけど、こっちが押さえてあげると動きが悪いね。で、患者さんとかにやるときはこの鼠径部のところを押すとね、割と痛がりますね。これは肝の症状が結構出てるかなと思います。で、まあさらに
親指の内側ね、親指の内側を持ってあげてね、持ってあげて、この鼠径部の手を当ててあげて、引っ張ってあげるね。そうすると、より足の動きが硬いっていうのかな、うん、動きが硬く感じ、こうやって揺すってあげても硬いですね、動きが硬く感じます。今スタッフの場合はまだそこまで硬い症状は出てないんだけど、本当に硬い人はもう鼠径部は硬いし、足の指を持つと動きがすごい悪くなります。うんね、これ離しちゃうと動くんですけど、動くんだけど、こう押さえると動きが悪くなりますね。今これぐらい動くんだけど、もっと悪い人は全然硬くなるんでね。そうなので、足のね、親指とかもこう内側ね、親指があったら、こっち側じゃなくてね、こっち側ね、持ってあげてね、引っ張ってあげると突っ張る感じね、すねの方に向かってこう引っ張ってあげると突っ張る感じがあるのが、その肝の経絡が詰まってるっていうことになります。じゃあ、そこが詰まってる人、女の人でも男性もそうなんですけど、股関節が硬い、詰まってる、外反母趾が強い、足が、冷えるとか、あとは肩こりが強いとかね、肩こりが強いなんかはそうですね、肝の経絡が、滞っていることが多いので、そういう人なんかは、じゃあその足の親指を、引っ張りましょうと、ね、今回は患者さんでもできるセルフケアになってるんで、難しいことせず本当にシンプルに引っ張る、ね、で引っ張る時も、こう足の、ね、内側の爪の部分を持ってあげて、最初に、股関節の硬さでいけば分かるかな、最初動きはこれぐらいですね、これ分かるかな、ね、これぐらいの動き、このね、ここの部分の硬さが、ね、これぐらい、ね、で押すと硬い、ね、なんですけど、これの詰まりが取れれば柔らかくなるんで、はい、ね、で、足の指を引っ張ります。こっち側じゃなくてこっち側の爪の部分、ね、持ってでグイッと引っ張ります。で引っ張って、止まるところ、ね、で、 できたらこうやって指をこう重ねてあげて、で重ね星って言って指を重ねてあげて引っ張れるとなおいいかなと、ね、で引っ張ってグーッと引っ張らなくていいんで、抵抗かかるところまで引っ張ってあげる、ね、でそしたら少しこう揺すってあげましょう、ね、ゆら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 と、ね、ゆら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 と、で、だいたい今もう緩んで指がカクカクしてきたんで、今ぐらいの、回数で十分だと思います。ただ20回から30回ぐらい、ね、つまんであげて引っ張ってあげるね、20回ぐらい引っ張って揺らしてあげる、はい、以上、ね、これだけです、ね、だから患者さんは、自分でやるときは、足のね、足の場合は分かりやすいね、指が分かれてるからね、うん、足の指のね、爪のよいしょ、ね、内側の爪の部分ね、持ってあげて、で少しこう引っ張ってあげながら少しこう揺すってあげる、ね、外反母趾なんかある人はぜひやってください。20回ぐらいこうやってで重ね母趾ね、うん、重ね母趾って母趾 ね母趾を重ねるから重ね母趾、ね、で少し引っ張りながら揺すってあげる、ね、これだけ、今回シンプルにいきます、はい。でそうすると今緩んでるんで、もう一回股関節を触ってみると、うん、股関節のさっき動き比べて分かりますかね、さっき多分これぐらい動きがね、で今は、そんなに力入れなくてもこれぐらい動くんですね。で押した感じも柔らかい、さっき押した感じはこれぐらい、ね、今緩んでるとこれぐらい、全然力をなんかさっきは弱くやってたよとかじゃなしに、全然同じように力かけてもこれが柔らかくなりますね。だそうすると、股関節が緩む、ね、ことによって、骨盤の動きが軽くなるんで、その肝の経絡の流れが悪いことによっての腰痛とか
肩こりとかそういったのにも効果が出ます。はい、というわけで、今回は肝の経絡の、まあ、調整の仕方ですね。うん、次回は、まあ、今の時期だとまだ寒いんで腎いってみましょうかね。腎臓の腎の、見極め方っていうんですかね。なのでそれをちょっとやっていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。